Thank you.
感謝。
皆さんこんばんは。そこで向かったわけです。私たちの神の愛、あなたの人生を変えるこの瞬間、この場所に私たちが居合わせたこと、目に見えないけれど神がここにおられ、そして信じるものを救ってください。リーガスランス、マハルマヤのジーナス、リーガスランス、イエス・キリストの名前にします。神の愛は変わることもあります。ありがとうございます。Thank you very much。 キリストが十字架にかかり死んで墓に葬られ、3日目に磨いた。今日皆さんにこの変わることのない光の愛をお伝えしています。感謝です。このままこの時もまた新たな変化が訪れています。皆さんこの時に自民党の総裁選挙、新政権岸田さんが当選しまして、新政権が樹立しました。またこれからの時期騒がしくなりますよ。衆議院の総選挙が行われます。選挙というのは人が人を選ぶ民主主義の根幹ですけれども、しかしですね、この選挙、これを思うときにですね、皆さんは逆の立場で神から選ばれた人です。この選ばれた人は嬉しいかもしれないです。神はあなたを選んだんですね。皆さん、それは特別なことなんです。選ばれた、選ばれたっていうのは好きだってことなんです。選ばれたっていうのは好きだってことなんです。皆さん、結婚した人、妻と夫、お互いに、ね、嫌いな人とわざわざ結婚するってありますか？やっぱり好きな人を選ぶんですよね。神はあなたを好きなんです。なぜなら神はあなたを選んだから。聖書はこう語ります。神はあなたを選んだ、そしてあなたを愛している。皆さんの人生を変えるメッセージがここにあります。神はお帰りなさい、あなたを愛して、あなたに声をかけて、愛だね、世が作られる前からあなたを愛して、神はあなたを愛しています。
キリストの愛をこの場所であなたに紹介しています。イエスキリストは
は世界を作られた神の一人子です。人となった神です。私たち人間を救うために人間となられたお方、この方は十字架に立って復活し救いを完成しました。だから信じるだけで救われるのです。雨土作りしかりが人を作り変えて正しく清き魂を継ぎ込む
後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばし、目標を目指して走りなさい。それは天国へ行くということです。私たちの人生、この1回の人生、1回だけですよ。輪ではなしです。皆さん、1回の人生無駄にしないで、イエス・キリストを信じて一緒に天国に行きましょう。Thank you.
パンツの皆さん、こんばんは。今日皆さんとこの場所でお会いすることができて嬉しく思います。目に見えないイエス・キリストがあなたを待っておりますので、もしあなたが心を開くならイエス・キリストとも出会うことができます。まもなく私たちのこの活動も終了いたしますが、皆さんはラッキーです。イエス・キリストの愛を知ることができたのですから、また近くで聖書をお配りしておりますので、ぜひ受け取ってください。神はあなたを愛しています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 。主は素晴らしい。主は素晴らしい。
ちょっと軽く集まってお祈りをして終わりにしたいと思います。